藤谷のことを僕はボスって呼んでる。彼が右って言ったら僕は右にピュアって見くみますから左って言ったら左ってボスって僕からしたらね、でもあの当時も誰に会いたいかって言って一番ナンバーワンは藤村さんって言ってたんですよ。どんなミュージシャンよりも、ミュージシャンよりもミュージシャンで言ったら坂本龍一さんだった。その次は誰だったんですか、藤村さんだったっていうぐらい本当に憧れだったので、もう 今でもはその前から全然見てるってことだよね。だから僕はどうでしょう、出会いは、これね、記憶が確かなら、あのジャングルリベンジのが東京でやったのがいつかどうかちょっと探れなかったんですけど、とある多分2003年か4年か5年ぐらいの時に、は僕がよくしょっちゅうお酒を飲んでて、で1時とか2時とかにもベロベロでパッとテレビをつけたんですよ。その時にあのジャングルリベンジのベッドソファーに割れてた、割れてたソファーだ、ベッド割れてるなんて、そのシーンだったんですよ今思えば。すごいね、で酔っ払ってるし、そうパッと背中に見たこともないもじゃもじゃの人がとんでもないドアップで文句言ってると、俺なんとかだなんて管を巻いてるな、これなんもう釘付けになっちゃってで喋ってる人がいちいち面白いというか火をつけるわざなんか応対してる人がね、この番組何この番組と思ってすぐメモを取りながら、だからお前大学出たのかとか言われながら何この言い合い面白いわと思って、で場面変わったらまた今度あのジャングルに行くみたいな、で今度全然知らない人が横に立ってるんですよ、でミスターって呼ばれてるんですよ、あんま喋んないですよ何この2人のお笑い組がお笑いコンビだなと最初は思って、で調べても当時まだインターネットとかもほとんどないし、パソコンもまだこうでっかいやつだしガラケーだし調べる方法がないんですよ。で大至急いろんなこううちのスタッフとかに聞いて、ほとんど知らなくて東京の人は、それ自分が何を見たのか分からない、分からない、謎あの日あの時ファンタジーのどっか、ね、見ちゃったんだけど、どっか扉開いて違うとこ行って夢だったら分かんないけど、もう一回毎週毎週あのそこをあの予約、録画予約みたいのをして、どんどんちょっとずつちょっとずつ分かってきて、もうそこからもう掘らずにはいられないっていう感じで気になっちゃって、気になって、で、あのファンの方にも言ったらありがたいことに DVD いっぱい焼いていただいて送ってくれて、違法なんだけどね、違法なんですね、あれね、でも違法なんてもう関係ない番組ですから関係ないからそれを 見させて、まだ DVD もないし見る方法もないからサブスクもないし、そういうことでいろいろ見させてもらったら、どうやらこう北海道ではもう伝説的な、しかももうレギュラーが終わってるってこともそこで気づいて、と何にも知らないまま俺生きてたのかなこんな面白い番組がやってたの、やってたし、もう終わってたし、出会ったばっかりの人がもうなんかもう終わってるみたいな、そう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 、もっと早くもっと早く出会いたかった、でも終わっちゃいなかったんだけどね、そう、でも終わってないことに気づきながら、結局 今に至るんですけど、最初さ、やっぱりさ、見た時ってさ、まずなんだかよく分かんねえっていうのが、そうですね、そうですね、まず来る、はい、分からないにしても一番分からないシーンから始まるなんかいきなりベッドが割れてるってよく分かんない画角もそうだし、なんでこんな夜かな演者にと何かその時に何か、いや例えばこういう番組だろうとか、うんうん、何かこう類似するというか、はいはいはい、みたいなものはなんか想像の中としてなんかなかったのかな、いやなかったですね、地形とか全くないです、全くない、全くなくてだけど出てる人はもう、うん、なんて言うんだろう、大物のような風に出て、僕らは知らない、いやいやいや知らないから確かに新人さんだと思うわけですよ、はいはいはい、新人の若い芸人さんかなと思ったけど、もう態度がでかい、大物の風格が出てるからはいはい、はい、何なんだろうこの人はってなんでこんなオーラがあるんだろうみたいな、しかも面白いし、なんでこんな面白い人が今新人さんなの、はいはい、なのに、そうだよね、でディレクターさんなのか分かんないけど、どうやらヒゲって言われてるからヒゲ生えてるのかなとか、その人がめちゃくちゃ面白い、なんだこの人はっていうのが最初だって、もう分かんないまんまでしたね。確かにね、確かにね、だって普通海外だったらありえますよ、うん、我々が名前を知らないだけで、はい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 、ね、すっごい有名なコメディアンでこう、はい、こうオーラを持ってる人っていますよ、はいはい、大概日本じゃない、そうそうそう、大概知ってるじゃないですか、知ってるはずですよ誰も知らないやつだ何も知らないんだけど、やけにそこでそう面白いこと完成されてるんですよ、もうなんか熟してるんですよ、熟しきって
でもそうなんだろうね。そうそう熟してる。そうなんだ。あのあたりでリアングルリベンジなんてかなり熟してるぞ。もう生き返終わって。一番だからなんかそうノリがいいです。ノリがいいね。そうすごいだから置いてかれた気分になるからもう早く知りたい。早くしないと。やっぱ6年間のレギュラー終えたばっかだから、うん、最初の新作だから、ね、結構休養も取ってるので、やっぱりね、もう温まっちゃうな。熟してる上にね、なんかプリプリだったの。そうなんだよね。エビみたいにね。そう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 確かにそっから入るとね。なるほど。そしてなんかもう見たこともないように大物風な感じが出てきてたのか。だからそれが良かったかもしれない。その最初が僕の一気にこう食いついたから、もう飲み込みまくってるんで、腹の奥に針が刺さってるから、抜けねえんだ。抜けないんだ。なるほどね。なんか全くルールも知らない競技でもう始まってるからね。乱暴に分かんないんだけど、ボールが乱暴にもうどんどんぶつかんないんだけど、いきなりもうリングに上がってくるから、そう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 、でピーって吹かれるやつ、今のはファールなんだとかね、そうそう分かんないよね、ね、そうそういうこと、それで学習しながら入ってくる。そうなんです。そうしない、そうするとやっぱりね、一気にやっぱりなんとか追いつきたい、そうそういう風にね、俺が追いつくってことはどうか分かんないんだけど、何をして追いつくか分かんないけど、それでもなんかいろんなものをとりあえず見てね。水曜どうでしょうって名前すら分かんなかったですよ。右下に一回上、ね、はいはい、ポンって出てるんですけど、まあ、いわゆる金曜ロードショーみたいな、なんか特別なスペシャルの一環なのかと思って、ね、その枠の中でいろんなものがバタ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 やってるかもしれないもんね。そう、うん、多分水曜じゃなかった気もするし、確かに、まあね、そ, そうなるとカオスじゃないですか。水曜どうでしょうって言われて水曜じゃないのに、しかも土曜の中に誰でもない人が選んだ、ね、なんか知るほどすればするほど分かんなくなるよね。そうそうそう、手がかりがどんどん逃げてくる。そう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 、どうしてるんですか。これ水曜って一体何なのって。そうそうそう。